はい、後藤輝樹です。今回の動画は、なんでゴミ拾いしてるかみたいな話をしたいと思います。それは気持ちいいからしてるんですね。まあ単純に言うと。で、例えば飲み会とか行って、イエーイみたいな感じになったりとか、まあ、なんかライブ行ったりだとか、なんかこう、遊園地行ってお金たくさん使って、まあそれはそれでいいと思うんですよ。経済も回してるし、なんかそういう、まあアーティストさんとかアイドルとかを応援してることになるから、それはそれで僕はいいと思うんですけど、別にゴミ拾いでも僕はいいと思うんですね。で、ゴミ拾い僕やってるのは気持ちいいからなんですよ。ゴミ拾いすると気持ちいいからやってるんですね。なんでゴミ拾いなんて気持ちいいの？みたいな思うかもしれないですけども、もう洗脳されてるんですよね、もうその時点で。例えば、なんか、旅行行くのは楽しいっていう洗脳されてるじゃないですか。僕旅行は結構苦痛なんですよね。なんで旅行なんて行かなきゃいけないんだろうと思って。僕は正直言うと、仕事とかで、ついでで旅行するぐらいがちょうどいいんですよ。仕事でなんか招かれて、ついでに旅行するぐらいがちょうどいい。なんで俺わざわざ自腹払って旅行行かなきゃいけないんだろうってすごく思うんですよ。そう思わないですか？だけど、なんか旅行はもう楽しいものだってなってるじゃないですか。だから温泉とかすらあるよ。温泉も俺気持ちいいから行くけど、そういうふうに自分で洗脳していくけど、なんでわざわざその、まあ、お金払って、人の、誰か他人のね、おじさんかなんかのチンチンがたくさん入ってると、チンチンをつけてるところ、チンチンとかね、肛門のうんこがついてるようなところ、ところをお湯につけてる、たくさんの人がお湯にね、うんことかアナルとか、チンチンをね、たくさんつけてるところに、俺の体を、浸さなきゃいけないんだろうとか、ましてや塩素とかも入ってるし、なんでそんなとこ行かなきゃいけないんだろうって思いません？普通に考えたら。でもそういう風にならないの。もう洗脳されてるんですよ。な旅行はいいとか、温泉はいいとか、海外旅行だとか、ブランド物はいいとか、それを買うことが幸せだとか、そういうサービスを味わうことが幸せだとか、ライブ行くのも、なんかもう、それはもう、エンジョイしてるだとか、キャンプだとか、もう全部ね、洗脳されてるんですよ、宣伝に。バレンタインとかクリスマスとかも全部洗脳されてるんですよ。全部洗脳。僕はだから最初からそんなもう洗脳されてないから、そういう子供だったから、今もそうだけど、だからまあ、でも自分で洗脳して楽しいと思うようにしてますよ。しょうがないから。しょうがないから思うけど、だから割と僕はあんま行動しないことが多いですね。行動、まあ昔はだからしてたよ。それでも。スノーボードとかスキーとか行ってたしね。だってスノーボードとかスキーだってさ、わざわざさ、寒い時に山登って、なんかリフトかなんかお金払って登って滑ってきて、またリフトかなんか、登って滑ってきてとか、もうそうだし、だから全部考えちゃうとそうなっちゃう。その野球とかそうでしょ。なんであんな速い球をこう、投げられなきゃいけないんだろうって。そのさ、ね、キャッチャーのミットにこう、バンって来るくらいいいけど、もう、すぐ近くやん。だって、そのさ、投げてくる人が、もう、当ててくる可能性だったらあるでしょ。当ててくるってか、ね、当ててこないけど、その、なんつうの、デッドボールみたいなのもあるわけでしょ。死のボールって書いてある。あんな投げられるところになんで俺立たなきゃいけないって、もう、罰ゲームやんか、それ、どう考えても。俺そういうのをずっと思ってるから、なんか野球とかそのテレビでね、親とかで応援してるけど、なんちゅう野蛮っていうか、大丈夫なのかな？ずっと立ってるけどさ、俺絶対嫌や、そんななんか俺もう神経質だからもう、こうガードみたいなの立った上でちょんとみたいな、そしたらさ、飛ばないけどさ、なんかそういうの考えちゃうから、まだね、サッカーの方がさ、ボールがさ、でかいから、当たっても痛くないけど、あんなさ、ちっちゃいボールさ、あの、脳とか当たったらもう大変やで。多分ね、いろいろ事故あったとは思いますけど、でもね、まあ、それも、まあ、交通、そんなこと言ったらキリがないですよ。でも交通事故だってそうだし、何でもキリがないんですよ。で、だからそういうこと考えると、もうみんな洗脳なんですよ。何々したら楽しいみたいな。なんか、ね、遊ぶって言ったら、じゃあ飲みに行こうとか、カラオケ行こうとかも、その、定番になってる。そういう、ね、雑誌とか書いてあったり、インターネットで検索したらさ、もうみんなそういう風にさ、なってるから、もうみんなそれでそうだと思ってやってさ、
初めてのデートとかもね、なんかそういうなんか映画見に行って、ご飯食べに行ってとか、もう決まってて、ホテル行ってとか、なんかもう、もう終電だとか、もうそんなね、もう、決まってないんだよ、そんなのは。決まってないんだけど、もうそういうのがね、もう当たり前になっちゃってる。もう本当にね、もう、ぞっとしてきた俺は人生なんですけど、そういうのを見て。でもまあ、そういうのを見てね、そういうのも使うことありますよ。だって、向こうがそう思っちゃってるんだから。俺はそうは思ってないけど、向こうがそう洗脳されちゃってるから、なんかそうされないと、なんか女として尊重されてないみたいな、もうね、そういうさ、人もいるわけやん。もう多くの人がね。だから大変。だから僕はその崩すところからまずね、やったりするわけ。だから僕はだからそんなね、まあいや、この話になるとね、ちょっと長くなるからちょっと割愛します。すいません。ここ割愛します。もっとね、いけるんだけど、ちょっと割愛します。もうどんどん逸れちゃってるから、本当逸れてもう5分50秒経っちゃってるから、だから、僕、ゴミ拾いしてて気持ちいいです。だって、ゴミ拾いってお金かかんないでしょ、ほぼ。まあ、100円ショップで袋とか、ね、ビニール手袋買うけど、まあ、素手でやる人もいるけど、俺はだから神経質だから、ビニール手袋でやってますけど、あんまお金かからないんですよ、基本的に。で、部屋掃除して綺麗になったら気持ちいいじゃないですか。それと同様に街掃除して、綺麗になったら気持ちいいじゃないですか、普通に。で、今日もね、なんかもう駐車場にね、なんか、紙コップみたいな、なんかマックかなんかの、コーラかシェイクかなんか頼んだ後の、そのなんか、紙コップみたいなのに、タバコがめっちゃ入ってて、吸い殻入れみたいな。それがね、なんか、セブンイレブンのところ、その駐車場にバーって、ね、散乱してたわけ。それを僕が片付けて、ああ、綺麗になってよかったな、みたいな、ね。自己満足ですよ。それで、しかも、たまにね、ああ、ご苦労様です、ありがとうございます、とか言われたりとか、まあ、するし、別になんかそれのためにやってるわけじゃないんだけど、気持ちいいからやってるんですよ。で、まあみんな気持ちいいから、そういうことやってるわけでしょ？そういう、なんつうんだろう。飲みに行ったりだとか、旅行行ったりとか、いろんなことは、だから気持ちいいからやってるわけですよ。で、僕はだから、ゴミ拾いはだから、すごいお金もかからずに、その気持ちよくなれて、その地域にも貢献できて、地球環境も良くできて、もう、いいことづくめなんですよ。だけど、ゴミ拾いっていうのを、みんな洗脳してないんですよ。そういう、ゴミ拾いっていいよね、みたいな。ゴミ拾い楽しいよね。ゴミ拾いデートっていいよね、みたいな。でそんなんでね、多分ね、テレビとかね、そんなん使って洗脳、雑誌とかね、メディアとか使って洗脳したらもうね、みんなゴミ拾いするようになるんですけど、ただやってないだけなんですよ。うん、悲しいから。だから もっとなんか、お金、だってお金なんないから、お金なんないんですよ。だから、お金になるようなことを、そのみんな、その、焚きつけて、経済回したりとかしてるわけですよ。もう、そういう洗脳、そういう、ですよ。で、そこに洗脳乗っちゃって、で、なんかね、不幸に感じる人とかいるわけですよ。だから、私、リア充じゃないみたいな。みんなこうやってんのに、私はなんでこうじゃないんだみたいな、思っちゃう人とかいたり、マウント取ったりして、私は幸せみたいな。俺は何でも、基本的には何でも幸せなんですよ。何でも。自分でね、思い込めば何でも幸せなんですよ。で、僕はだから、ゴミ拾いが幸せだと思って思い込んでやってるから、幸せなんで、ちょっと一旦ストップします。で、ゴミ拾いって、まあ、基本的にはいいことじゃないですか。で、いいことをしてるんですよ。いいことをすること自体が気持ちいいんですよね。いいことをすること自体が。人間ってやっぱ、いいことか悪いことだったら、いいことをしたい生き物なんですよ。人間って。悪いことしたい人います？突発的に、衝動的にね、なんか、悪いことするとかあるかもしれないですけども、まあ、計画的に悪いことする人っていうのは、相当悪い人っていうか、その詐欺師みたいな感じだと、もう戦争をやるみたいな。うん。だから基本的にはみんないいことをして喜ばれたいっていうのがあるんですね。そうした方が気持ちいいんですよ。自分、だ正しいことっていいことなわけじゃないですか、基本的に。自分が正しいと思ってることっていいことだと思うんですね。自分が正しい、だからもう悪いことをするのは正しい人と思ってる人は別かもしれないけれども、多くの大衆っていうか一般の人は、正しいことをしたいとか、良いことをしたいとか、真面目に生きたいとか、そういうふうに思ってるんですね。で、まあ、例外は今回除きますよ。例外は除きますけど、だからみんないいことをしたいと思ってるんですよ。いいことをして喜んでもらいたいとか、そう思ってるんですよね。だから、
だから僕も多分そうなんですよ。いいことをして喜んでもらいたいっていうのもあるんで、ゴミ拾いをしてるのもあるんですよ。なので、皆さんもなんかいいことをして、欲しいなと思ってます。いいことをして喜ぶような、まあなんか活動とか仕事とか活動とか遊びとかに、をした方が、精神衛生上いいかなっていう。なんでかっていうと、例えば遊びまくると、遊び疲れとか、ちょっと罪悪感っていうか、やりすぎちゃったみたいな、あるじゃないですか。で、ゴミ拾いとか、まあ、あんまないんですよ。ゴミ拾いしすぎちゃったよ、もう。うわぁ、どうしよう、明日からみたいな、ないじゃないですか。まあ、飲みすぎちゃったよ、もう飲むのやめとか、あるじゃないですか。もう一日中、もう、テーマパーク行って、もう疲れちゃったよ、もう。明日からどうしようとかないじゃないですか。ゴミ拾いたくさんしちゃったよ、もう。まあ、疲れちゃうかもしれないけど、わあ、もう罪悪感あるわ。なんでゴミ拾っちゃったんだろう。ないでしょ、そんな。だから、もし、なんかこう、遊びとか、趣味とか、仕事とか、まあ、なんか活動でもいいんですけど、いいことを仕事とか、いいことを趣味とか、いいことを遊びにすると、もう精神衛生上もいいんですよね。で、いいことしてたら、あれ、いいこと起きそうだなってなるじゃないですか。で、悪いことしてたらなんか、どっかで誰かが見てたりして悪いこと起きちゃうかもとか思うじゃないですか。だからみんな悪いことしたくないんですよ。本心ではもしかしたら悪いことしたいかもしれないです。だって法律とかなかったらさ、お金盗んだりとかさ、なんか女の子をなんかしちゃったりとかさ、する人もいるかもしれないでしょ。だけど、そんなことしたら警察に捕まるとか。まあ、警察に捕まらなかったとしても、なんかお天道様が見てるとか、悪いことしたら、罰が当たるみたいな、みんなどっかで思ってるから、あんま悪いことしたくないんですよ。だからみんなしないんですよ。で、それをちょっと乗り越えたメンタル、ちょっと言っちゃってる人が悪いことするんですよね。大きな。まあ、小さいのも含めて。それは少数派なんですよ。で、多くの人はみんないいことをして、まあ、健全にお金を得たいとか、いいことをして褒められたいとか、いいことをして喜んでもらいたいっていうのがあるんですよ。だから、なんか趣味とか遊びとかでも、いいことした方がいいですよね。だから僕、本当、前にね、なんか聞かれたことあるんですよ。何してるんですか？何が楽しいんですか？って言われて、ゴミ拾いと雑草を抜くことって言ったら、聞かれたことあるんですけど、みたいな。何言ってんの？みたいな。なんか、わざと言ってるっていうか、強がりで言ってんでしょ？みたいな。もしかして思われるかもしれないですけど、これ本当なんですよ。その時畑やってましたから、畑雑草に抜いたら、雑草抜くか刈るかわかんないですけども、地域の人も喜ぶだろうし、その畑自体のその管理というか、畑の状態も良くするためにやってるわけですから、で、ゴミ拾いとかも、ゴミ拾った方が、その街も綺麗になるし、雑草なんで放置してるんだって怒られることあっても、雑草なんで飼ってるんだとかはないじゃないですか、まあ、基本的には。なんで抜いてるんだって、抜かなきゃダメだぞって言われるぐらいだから。で、ゴミ拾いも、ね、ゴミを落ちてて拾ってね、文句言われることまずないですから、ちゃんと捨てて、ちゃんと適切な場所に捨ててですよ。で、本当は僕はそれはすごい幸せだなとか、あるけど、だからそういうふうに思える人と思えない人で、幸せの差が全然開いてきますよね。一見、じゃあゴミ拾いとか、雑草とか抜くのが幸せっていう人は、なんでそんなに幸せなの？うわーとか気持ち悪いとか、とか嘘だろうとか信じらんないとか思う人もいるかもしれないけど、それで幸せになれるんだったら、いろんなこと、ある程度のことはもう幸せに感じられるじゃないですか。たることを知るっていう意味でも。で、毎日ね、そういうことやってたら、たまにね、遊園地行くとか、たまにね、飲みに行くとか、たまになんかカラオケ行くとか、たまに息抜きするが、めちゃくちゃ効いてくるんですよ。気持ちよく。まあ、ご褒美でっていう。効いてくるんですよ、めちゃくちゃ。みたいな。あ、でも俺、ご褒美で、俺だって、松屋の朝亭特盛290円でご褒美なんだから、すごいっしょ。だから、それでご褒美になるし、なんかご褒美で、スーパー銭湯、温泉のスーパー銭湯行って、まあ普段はね、チンチンつけたの、どうだこうだ言ってます。俺逆洗脳できますから、自分の。それ700いくらで入れたみたいな、やったみたいなとか。
逆にそのなんかご褒美が来たりもしますからね、いいことしてると。だからその、だから、温泉スーパー銭湯のその700いくらで入れたのも、なんか1000円分の割引チケットがなんか急に送られてきて、じゃらんさんから。で、それ行っただけで、あ、なんかこれ行けっていうメッセージなのかなと思って行ってるだけなんですよ。だそういうのはあるんですよ。で、その牛丼もそうだし、牛丼はなんか、まあ、たまには行くかな、ご褒美でって、牛丼食べようとして、で、ペイペイ見たら、これで牛丼食べてください、500円入ってて、ええー、と思って、あ、そういうことなんだなって、それ繋がってくるんですよ。だから最近本当に、もうあの、ヒューメリアンカードで、もう、毎日ヒューメリアンカードで僕鍛えてるんで、あ、もうあんま言わない方がいいんですけど、言うと、こう、なんか自慢してる感じになって、ちょっと、あの、感度が下がったら嫌なんで、あんま言いたくないですけど、あの、感度上げること大事なんですよ、だから。感度っていうのは、ジグソーパズルとかも言ってますけど、幸せの感度って、自分でこう合わせていくもんだったりもするんですね。なんかそのピースとピース、パズルのピースがパーパーパーって来てるときに、合わせないと幸せ得られないんですよ。うん。ただもう別々にバラバラにあるだけだと、絵が見えないんですけど、それを自分で合わせていく、その状況に変化していくんで、うん、それがなんかパッと出てきたりするんですよ。で、それと何かをつなげていくと、あ、楽しいこと、心地よいこと、気持ちいいことが待ってたりするんですよ。それも別に、いや、この金額じゃちょっととか、これじゃ難しいっていうのじゃなくて、あ、これだったらいけるでしょみたいな、自分の中で折り合いがつくものが来るんですよ。そういうことやってると。でも、日頃から、まあ、今月韓国行って、来月ハワイ、とかなんかそんなずっとやったら、うん、味付け濃すぎてもうちょっとした幸せを感じれなくなっちゃうんですよね。これ本当に分かんないです。分かんないですよ。僕の想像じゃないな。僕もそういう時期ありましたよ。別にそんな海外旅行じゃないですけど、やっぱその遊びまくってたみたいな時ありますよ。でそしたらやっぱその刺激がどんどん刺激がそのインフレが高まってくるわけですよ。これじゃ物足りない、あれじゃ物足りないってなってくる。それで多分やっぱほら、覚醒剤やる人とか、タイマーやる人とか、いろいろ出てくるんじゃないですか。で、もっとなんか刺激を手に入れるためにはお金稼がなきゃいけないって。で、まともにやってね、稼げたらいいですけど、そうじゃなくて、まともにやれないから、もっとなんかちょっと悪いことして稼ごうとか、なってくるわけじゃないですか。だから、あんま良くないんですよ、その、刺激で自分を満たしていくのはあんま良くないんですよ。なので、自分が心地いい状態になれること、気持ちいい状態になれること、相手も気持ちよくなる、相手も心地よくなる、社会が心地よくなる、社会が気持ちよくなる、地球が気持ちよくなる、心地よくなる、みたいなことを考えて、そういったなんか遊びとか趣味を兼ねてやるといいと思うんですね。うん。で、それに行き着いたのが僕はゴミ拾いとか、そういうことなんですよ。うん。なので、皆さんにも多分人それぞれあると思うんですよね。だからそういうのを、やっていくといいと思います。だから僕今、その隙間趣味というか、隙間産業じゃなくて、隙間趣味みたいな。だからあんまりゴミ拾いやってる人少ないから、ゴミ拾えてるけど、これがもうみんなゴミ拾いするようになったらもう、俺の趣味なくなっちゃうみたいな。まあそれはもう幸せな状態ですよ。だって、その地球からしたら、ゴミ捨てする人もなくなって、ゴミ拾いする人が増えて、幸せな状態ですから、だからそれはいいことだと思うんですけども、だからまあ、そういうことなんですよ。だからまあ、みんな、だからいいことをした方がいいと思うんですよ。いいことをした方が、精神衛生上、その、心地よい状態になるし、楽しい状態になるし、で、いいことをすると、何かが返ってくるんですよ。うん。だから僕は別にゴミ拾いしてるから、秦野市役所からなんかお金もらってないですけども、何かの形でラッキーをいただけてるんですよ、多分。別にそのためにやってるわけじゃないですよ。そのためにやってるわけじゃないですけど、うん。って僕は思っています。はい。だからみんなも本当いいことをしていったらいいのかなっていう。だからそれは別になんかゴミ拾いじゃなくてもいいんですよ。なんか、挨拶、気持ちいい挨拶するとか、うん。人それぞれ自分が思いついたやつでいいんですよ。それがあなたの、その、いいことだし、いい趣味とか、いい遊びだと思うんですね。うん。だから、料理が好きとか、料理が好きとかだったら、料理作って、
誰かに食べてもらうとか、どうぞみたいな感じで、料理作って食べてもらって、あ、美味しいっていうところを見てるのが好きなんだとか、いろいろあるじゃないですか。だからいろいろ探せるんですよ、自分のその趣味とか。だから僕が例えばもし絵が上手かったりしたりしたら、なんか絵描いて、ツイッターとかインスタとか上げて、あ、可愛いとかかっこいいとか、それでなんか喜んでもらったりとか、なんか音楽できる人は音楽をなんかやって、なんかアップしたりとか、なんか文章で何かこう、この動画だってそうですよ。この動画で、あ、なるほど、それためになるなとか、あ、なんか勉強になったなとか、それ何でもいいんですよ。何でも、だからこれもなんか趣味みたいなことかもしれないですよね。だからこれも、こういうのも気をつけなきゃいけないのは、やっぱ人を傷つけることもたまに言っちゃうかもしれないじゃないですか。人が嫌な思いになるとか、辛い思いにしてしまうようなことも言ってしまうこともあると思うので、そこは気をつけなきゃいけないんですけども、うん、だからなるべくそのみんなが幸せでニコニコね、ハートフルなものをやっていけたらなっていう、うん、まあでもそこ気にしすぎて何もしないよりはやった方がいいかなと思います。はい、ちょっと一旦ストップします。はい、なので自分なりの良いことをしようっていうことです。で、良いことをして自分だけ損するとかバカを見るとかあんま思わない方がいいです。それは、だから、見返りを求めた良いことになっちゃうんで、愛なんですよ。見返りを求めない愛なんですよ。すべてのことに対して。だから僕は別にゴミ拾ったからって見返りなんて全く求めてないんですよ。見返り求めてたら俺やってらんないです、こんな正直。なんでよ、もっと金くれとかさ、そんななっちゃうじゃん、見返り求めた時点で。見返り求めた時点で、まあまあ求めてもいいんですけど、ああ、ありがとうございます。なんか、ねえ、あ、なんかいつも頑張ってるから1000円あげるよとか、あ、ありがとうございますとか、でも受け取っていいですよ。それは受け取っていいんですけど、別に1000円もらうためにやってるわけじゃないですか。もらったことないんですけど、一度もらったことないんですけど、もう誰かくれや、もう腹立ってきた。腹立ってきた。くれや、本当に。別に、まあ、もらうつもりでやってないからいいんですけど、そういう気持ちでさ、ちょっとくれるとか、くれなきゃ腹立つとか思うとそうなっちゃうんで、だから見返りを求めずに、真面目に、良いことをしてればいいんですよ。うん、そういう評価されなかったとしても、どこかで評価されてるんですよ。どっかで、帳尻が合うようにできてるんで、ただこれでね、大事なのは、もう自分が苦しくなるまでやらないこと。だから僕は心地よい状態でしかやってないんで、毎日例えばもうゴミ袋10個分とか拾ってたらもう、世の中恨んでると思います、僕は多分。そんだけね、拾って、ってなったらね、もう世の中恨んじゃうかもしれない。でも僕は本当に片手で拾って片手のビニール袋に収められるぐらいじゃないと、もうそんなんで自分の人生壊れちゃう、そんなね。その程度で収めないと、うん。でもそれをみんなが一人一人やったらめっちゃ綺麗になるでしょ、街とか地球とか。うん。まあそんなんでいいんですよ。ただ僕はだから、そういった隙間を見つけてやってるだけなんです。隙間っていうのは、まあ、時間の隙間もそうだし、みんな誰もやってないからやってるだけなんです。だから政治家を目指してるのも、選挙に出てるのも、誰もやってなかったから俺出てるんです。今でこそね、参政党だなんだとか、いろんなね、候補者、みんな選挙出ようぜみたいなのやってるけど、俺はだからもう、20年前に誰もいないから俺やろうと思って、そっからスタートしてるわけで、うん、ゴミ拾いとかも、これ20年後とか、10年後か分かんないですけど、まあ、今もやってる人いると思うし、うん、増えていってほしいと思ってますし、だから僕はただ、そういうのの隙間を見つけて、いいことの隙間を見つけて、あ、そのやってるだけで、うん、そこで、まあ、うん、あんまビジネスとつなげてないだけで、もうそれでいいんですよ、僕はもう本当に。うん、なんか、スケベ心というか、なんか、その見返り求めちゃうと、俺、見返りを気にして生きる人間になっちゃうんで、そういう弱い人間なんですよ、僕は。だから、何も考えずにやってるんですね。なんか考えちゃうと、期待しちゃうから、俺。うん、もう期待しちゃうから、俺はもう、考えないようにしてるんです。うん。そう。だから期待しない。うん、期待せずに、もう自分のやるべきことをやる。そういう感じですよね。はい。ということでね、何かの参考になれば幸いです。まあ、そんな感じでね、日々、世のため、人のため、恩返しのために、生きてるつもりです。自分なりにですけれども。何かの参考になれば幸いです。まあ、これ2回、2回言っちゃいましたけど、はい。締めるのね、意外と難しいです。いつもありがとうございます。ということで感謝しています。皆様、愛してます。